はい、どうも石原です。今回の動画の内容はこちらです。 iPhone 14がめちゃくちゃ丸みを帯びたデザインになる、フェイスタイム正面カメラも iPhone 14で進化する、 iPhone 13 Pro のトーラスのガラスフィルムがマジで使いやすい、以上の内容でお届けしたいと思いますので、どうぞ動画の方最後までご視聴ください。さらにこのチャンネルでは最新の iPhone の情報や Apple に関するリーク情報、さらにはガジェットレビューなんかの動画を定期的にアップしておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして Twitter の方も僕やっておりますので、 Twitter の方もフォローよろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、まず iPhone 14がめちゃくちゃ丸みを帯びたデザインになるという話からなんですけども、これは海外メディアのマックルーマーズが報じた内容を分かりやすく解説していきたいと思います。その iPhone 14 Pro はより大きなリアカメラにそのマッチするために丸みを帯びたデザインになりますよという噂なんですけれども、このような CAD のレンダリング画像とかそのコンセプトリーク画像を見る限り、やはりカメラ部分、 iPhone 14ではこちらのカメラ部分のバンプが大きくなるんですよね。はい、はい、そして皆さんから向かって左側が iPhone 14 Pro のカメラバンプ、そして右側が iPhone 13 Pro のカメラバンプ、まあユニットになっています。見比べてみてお分かりいただける通り、はい、iPhone 14 Pro はカメラユニットのバンプが大きくなってます。カメラが大きくなってます。でかくなってます。はい、ちょっとでかくなっていることについてね、ちょっとこう追求していたらちょっと残念な気持ちになってくるんで、まあ、ちょっと大きくなりすぎ感はちょっとあるんだけれども、まあ、まだ許容範囲かなということで、ちょっとお話を進めさせていただきたいと思います。で、この iPhone 14 Pro、皆さんから向かって左側に表示されている iPhone 14 Pro なんですけれども、これのカメラユニット部分のこちら、これ iPhone 13 ですって、ここのね、ここの丸みが iPhone 13 Pro よりも強くなってるんですね。よく見比べるとわかるんですけど、めちゃくちゃ強い丸みを帯びた、もう、そのカーブが緩く、まあ、大きめのカーブになっているということが伺えます。で、このカメラバンプ部分のユニットが大きくなる要因というか、まあ、進化のポイントとしては、まあ、何度かご紹介している通り、iPhone 14 Pro、まあ、Pro シリーズの48メガピクセルのカメラシステム。これがね、より大きなリアカメラのこの、まあ、サイズの、まあ、原因というか、要因というか、まあ、進化のポイントになっているというわけでございます。ちなみに iPhone 12 Pro では、その iPhone 12 Pro と iPhone 12 Pro Max のリアカメラは、各デバイスのフレームのコーナー半径とほぼ一致していたんですけれども、iPhone 13 Pro と iPhone 13 Pro Max で、そのカメラのサイズが大きくなったことによって、どちらのデバイスもそのコーナー、ここね、一致しなかったということですね。はい。iPhone 12 Pro Max と iPhone 13 Pro Max のカメラの、まあ、サイズ感っていうのは違いはね、わずかだったんですけれども、iPhone 12 Pro と iPhone 13 Pro では割と違いはありましたということになってます。で、この iPhone 14 Pro ではカメラのレンズとかステンレススチームのフレーム部分が大きくなることによって、まあ、このコーナー部分との、まあ、マッチングというかね、この不一致が深刻になったので、Apple がここのデザインを修正したということになっております。なので、このカメラ部分のここの部分、この部分と、ここね、カメラのこの部分とこの部分のサイズ感を一致させているということになっておりますので、まあ、iPhone 14 Pro のカメラの進化は48メガピクセルとか 8K のビデオ撮影とかね、もうめちゃめちゃ進化のポイントはいくつかあるんですけど、それによってこのカメラが大きくなったから、ここのコーナー部分もそのカメラの大きさに合わせてちょっとカーブが緩くなるのではないかというね、リーク情報の、まあ、レンダリング画像となっております。なのでデザイン、丸みを帯びたデザイン、よりここがね、丸みを帯びたデザインになるのではないかという情報になります。はい、そしてフェイスタイム、正面カメラも iPhone 14で進化するという情報なんですけども、これは海外メディアの 925Mac が報じた内容でございます。わかりやすく解説していきたいと思います。そのメインセンサーね、ここのカメラ部分の進化っていうのは、いろいろね、ポイントあるんですけど、正面カメラ、ここね、この部分についての進化のポイントがなんと取り上げられました。これは Apple のアナリストによりますと、4つの iPhone 14 モデルは全てオートフォーカスと大口径のアップグレードの
受ける可能性があるとしております。でこれによってミンチークオシがアップルのアナリストのミンチークオシが言うには iPhone14 モデルのフロントカメラは4オートフォーカスね、で絞り値が 1.9 の絞りにアップグレードされると。そして iPhone13 の場合は、F の 2.2 だったのでちょっと明るくなったと。で AF のサポートと、まあ、低い F 値によってセルフィーモードのその浅い被写界深度、やっぱここがね暗いカメラレンズを搭載していたので、ちょっとやっぱりこう被写界深度を測るのにちょっとねスペックが足りてなかったんだけれども、今回ここがねこの正面カメラがアップグレードされることによって、AF とかのね深度とか、ビデオ通話ライブストリーミングなんかのこのインカメラでの機能性とかオートフォーカスを高めることができているということになっております。つまりねポートレートモードとかシネマティックモードのショットに最適と。iPhone 13 Pro ではこっち側だけでね、背面側のカメラでシネマティックモードなんかをね、撮影できたんですけども、iPhone 14 Pro では、まあ、iPhone 14 シリーズでは、ここ、インカメラでもシネマティックモードが使えるんじゃないかということになっています。ただね、この iPhone 13 Pro、シネマティックモードのカメラは、めちゃめちゃいい、ね、カメラなんですよ。むちゃくちゃ。ちょっと今からちょっと皆さんにやってみましょうか。いやあのね、簡単にねぼかすことができるんですね。簡単にねぼかすことができるんですね。はい、これポートレートモードにしますね。あ、違うポートレートモードシネマティックモードにしてますね。はい、見えますか、ここの部分が。はい、ちょっとなんかな、ぼやけてボケてるじゃないですかね。ただこれ普通のビデオモードにすると、はい、はっきり映ってます、ここ。ただシネマティックにするとここ、はい、ボケます、背景がボケるんですね。はい。なので一眼レフとかめちゃめちゃいいカメラで撮ったみたいな感じになると、こんな感じでここねボケてますよね、ここね。で通常のビデオですると、はい、はっきり映ってしまうので、シネマティックモードにするだけですごいね雰囲気のある動画がこうやってね、撮れるわけなんですよ。はい、こんな感じで。でこのシネマティックモードがインカメラでも使えるので、自撮りするときとかにはむちゃくちゃいいんじゃないか。ただね、この13 Pro でもこのシネマティックモードある、ね、iPhone 13シリーズあるんですけど、ただ 4K のシネマティックモードは撮れないんですよ。うん、なので iPhone 14 Pro とか14では背面の 4K のシネマティックモードは撮れるんだけど、多分インカメラではね、HD しか撮れないんじゃないかなと思っているので、そこら辺がね、ちょっとかゆいところにまだ手が届かないんじゃないかという感じはあります。で、ちなみにこのインカメラはね、進化するんですけども、iPhone 14と14 Pro シリーズではインカメラが、14 Pro ではね、パンチホールとカメラのピルカッターアウトになるんだけど、iPhone 14シリーズは iPhone 13 Pro とかと同様に、まあ、ノッチがつくと言われていますので、まあ、ノッチのデザインはプロと、エントリーシリーズでは iPhone 14違うようなんですけれども、インカメラの進化のポイントについては同じと言えそうなんで、まあ、インカメラでシネマティックモードとか、オートフォーカスとか、カメラレンズが明るくなったということは、まあ、夜にもね、少々ね、暗い場所で撮影した、まあ、インカメラで撮影するとしても、まあ、高画質な動画とか写真が撮れそうなんで、まあ、ここはめちゃくちゃね、期待値がね、上がっているところでございます。はい、そして iPhone 13 Pro のトーラスのガラスフィルムがマジでやばいっていうことで、こちらの動画でね、ご紹介したんですけど、皆さんご覧いただけましたでしょうか。これ、今ね、つけてるんですけどね、このトーラスの液晶保護フィルム、ね、何度でも貼り直すことができる。スナピエルという、まあ、ブランドというかね、トーラスが出してるブランドの液晶保護ガラスフィルムなんですけど、何度でも貼り付け可能なんですよ。で今ね、こう貼り付けているんですけども、これがね、貼り付けも簡単だし、何度でも貼り付けられるし、しかもね、なんかね、むちゃくちゃいいんすよ。手触り、あの、操作性、で、見た目の外観とかも、もう純正そのものなんですね。もうね、これで決まりだなと思いました。うん。いろんなね、保護ガラスフィルム使ってきましたけども、すぐ割れたり、ちょっと引っかかりがあったりするんですけど、これは、むちゃくちゃいいです。もう操作性もいいし、高度についてもね、10H なんですよ。9H っていうね、まあガラスのそのもうなんかもう高度あったんですね、硬いと。ただこの、トーラスのスナピエルというのは 10H です。はい。さらに硬くなってます。
でも操作性もいい。でもは、しかも貼りやすいです。で、何度でも貼り返すから貼り直せるので、まあ、貼って失敗することはないんだけども、ちょっと、あ、失敗したので、もう一回ということができちゃうんですよ。で、水で流したりするとね、また使えたりするんで、ぜひね、こちら、あ、ちょっと iPhone 13 Pro のガラスフィルム、いいやつを使いたいな。せっかくプロシリーズ買ったんだから、iPhone 13 買ったんだから、いいやつ、最強の液晶保護ガラスフィルムを使いたい。安くなくて、ちゃんといいものを使いたい。いっちゃんいいやつを使いたいなら、こちらの、スナピエール、トーラスの液晶保護ガラスフィルム。これめちゃくちゃもう、最大におすすめです。僕は多分ね、iPhone 14発売されて、いろんなまた液晶保護ガラスフィルム試すんだけれども、多分スナピエール。このスナピエールの iPhone 14 Pro 版が、まあ14版が発売されたら、それをね、僕はもう使いますよ。それぐらいこのね、スナピエールのトーラスさんの、この保護ガラスフィルム、気に入りました。ぜひね、概要欄にね、Amazon のリンクページ貼っておきますので、ぜひね、そこから、トーラスのスナピエール、一度チェックしてみてください。また、こちらの動画で概要をチェック、まあ、実際にね、使い勝手とかレビューとか、装着感みたいなのも全部ね、詳しくレビューしているので、ぜひね、こちらの動画もね、チェックしてください。はい、ということで本日も iPhone の最新情報をお届けさせていただきました。もし石原頑張ったなと思っていただける方はいいねボタン、グッドボタン、よろしくお願いいたします。そして今後も iPhone の最新情報、ガジェットレビューちょっとチェックしたいなという方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。